はいどうも、浜ラボです。今回は東海道線岩田駅にお邪魔してます。この辺をね、ぷらり旅したいなと思いました。よろしくお願いします。はやぶさです。はやぶさ、このなんかこうピストルの弾みたいなボディすごいですよね。なんかこう多分鉄道好きな人にはとても魅力的なデザインなんで、ないって言えてないなんじゃないんでしょうか。僕はね、鉄道好きっていうよりはまあ何でしょう、ライトな乗り鉄と思ってます。はい、電車乗ってることが好きな人をおそらく乗り鉄って言うんですよね。であれば僕は乗り鉄ですね。うん、まあ車運転するのもまあ好きですけど、どっちかっていうとね、こう風景を見ながら移動するのが好きなんです。なのでまあ、飛行機に乗るのも大好きですね。雲見たりとかそんな感じですかね。なんか僕の話はどうでもいいですよね、すいません。ということでね、映像の方に移りたいと思います。東京駅を出発して東海道エリアを進んでいくような流れになってます。まだまだこれね、東京駅周辺なんですね。とっても都会ですよね、とすごい。ということで今回はその岩田駅の方に行くんですけども、岩田駅何しに行くの、浜ラボって感じなんだけど、今回はですね、岩田駅の繁華街をちょっと撮影したい、調査したい、できたら飲みに行きたいと思って行きました。はい、これが岩田駅です。駅の、北側と南側っていうのがあるんですが、これ北側ですね。南側にはね、なんか飲み屋さんなかった感じです。あ、いい感じの空ですよね。うん、なんかスコーンと抜けてる感じがして、とてもいい気分の散歩でした。なかなかね、みんななんかこう外出できないっていうのがあると思うんですけどね。まあどうなんでしょう、僕みたいに出張とかあるような人はそれのついでにこういった旅するのもいいと思いますよ。うん、途中下車の旅ですね。はい、早速このジュンさんとかその上にあるクラブ、これラウンジですね。多分きっと駅から2分ぐらいのとこなのでね、お酒好きな人とか女の子と喋るの好きな人はこの辺きっと常連さんなんじゃないんでしょうか。ぜひぜひ。一番簡単なのはこの岩田駅の場合はこのね、駅を降りて左側にこういったね、居酒屋とかキャバクラみたいなのが、まあ、ちょこちょこある感じです。はい、金河新年って書いてあるんだけどね、これちょっと配信がね、配信がというか編集がね、だいぶまあちょっと本業の方がちょっと忙しかったんですいません。はい、ちょっと時間がかかってしまいましたけど、これを撮ったのはですね、三が日ちょっと過ぎたぐらいだったかな。うん、まあ、なのでね、緊急事態宣言が発行する前の状態の、まあ、街の風景という風になってきます。これね、あ、ロダン、なんかロゴにね、なんかこうお店の人の良さとかも結構出てきますよね。まあ、逆を言えば適当な店は適当なロゴだったりするしね。まあ、ぜひね、こうお店に愛情を注いでもらうためにやっぱこうロゴにもこう人情とか人柄っていうのが出てくるんじゃないかなと僕は思ってますが、皆さんどんな感じで思いますか。はい、ということでですね、だんだんこう国道沿いの方に、一番端っこの方にね、ちょっと進んでいって、ここも多分比較的新しい飲み屋さんですかね。うん、ちなみにここのね、岩田駅は最後の方におーっていうお店が出てくるので、待ちきれない人はね、どんどん早送りした方がいいですよ。で、ここをですね、曲がっていきます。はい、ちょっと路地に入っていくんですけれども、そこにもね、ちょっとこう飲み屋さんがちょちょんとありました。右側ですね、ここです。エウレカさんっていうんでしょうか、間違ってたらごめんなさい。隣はなんかこう居酒屋風ですよね。うん、まあ、多分やってるんじゃないですか、なんかこう金河新年のあれがあったんでね。今頃はどうでしょう、もうね、だいぶ落ち着いてきてるからお客さんも飲みに行ってるんでしょうかね。なかなかこう
人の出入りがどうこうっていうのもあると思うので難しい人は難しいと思うので、あ、右側にある三角屋根が岩田駅です。でこの目の前にあるルナっていうところが、まあ、確かラウンジだったと思うんですけど、シャンプー、面白い名前ですよね。コインランドリーか、ね、本当にシャンプー屋さんなのかなとか思っちゃうけど、ちょっと違うんじゃないかな。肉のヤオヤオローだっけな、これを左に回ります。ちょっとなんかこうハードル上げちゃってるようだけど、見てほしいお店があるんです。でここのね、ヤオ柱でしたね。うん、あの鬼滅みたいですね。肉柱とかね、ヤオ柱みたいな感じなんでしょうか。はい、でここです。ひめちゃんです。ミニスクラブひめちゃん、気になる、気になるよ。なんで全部ブルーで埋めたんだろうなって思う。気になりますよね。ぜひぜひ。これでここが多分比較的新しくできたとこなんだろうなと思うんだけど、うん、はい、多分これ岩田のマスコットキャラクターなんじゃないでしょうかね。ということでね、まあ、ここが、まあ、駅まっすぐ行くとここの通りになってきます。またねー。